皆さんこんにちは。もっと自由にもっと自分らしく結婚式準備ができる EC サイトコーディスタッフのともこです。では本日は春夏秋冬の4つのカラータイプ別で人気のニュアンスカラーのドレスのコーディネートをドレスだけではなくてヘアメイクとブーケも合わせたトータルコーディネートでご紹介したいと思います。それではオータム編いってみましょう。コーディレポーターのまゆです。岸本先生、今日はよろしくお願いします。お願いします。まゆさんの肌色はオータムカラーのグループになります。黄色みの濃い色がとてもお似合いのタイプで、ウィンターとか濃い色なら全般的に似合うかなと思うんですが、より黄色みの強い色がお似合いのタイプです。まゆさんの特徴としては、私色も大切ではあるんですが、ファッションタイプとその形の方がすごく気をつけた方がいいかなというタイプなんですね。すごく繊細な可愛らしいものよりは個性的なものとか素材感とか似合うものを取り入れるといいタイプかと思います。一般的には、夏と冬がブルーベース、春と秋がイエローベースなんて言われると思うんですけど、そのイエローベース、ブルーベースで分かれない、そういう以外の分け方っていうのもあるんでしょうか？そうですね。例えばこうコンサルタントとして見るときに、イエローベースのどっちかじゃないか、ブルーベースのこの方はどちらかじゃないかっていう見方以外に、濃い色ならどっちか、ウィンターとオータムどっちかいいんじゃないか、あと明るい色であればサマーかスプリングのどちらかがいいんじゃないか、もしくはウィンターとスプリングの混ざり気のない色なら似合うんじゃないか、あとはニュアンスカラーなら似合うんじゃないかというのがサマーとオータムになるんですが、そういった見比べ方もあるので、4つに分ける、もしくはイエローベース、ブルーベースで大きく2つに分けるんですが、それを悩むきっかけだっていうのはそれとは関係なく見ていることがあります。ファッションタイプの方でっていう話だったんですけど、まゆさんのどういう部分が個性的なものが似合うポイントなんでしょうか？そうですね、普通にこう可愛いお嫁さんとしてまゆさんを作るというイメージがちょっとあまりなくまゆさんをお嫁さんにするとしたらどういうものかなっていうと、色よりもやっぱりデザインの先に思い浮かんできて、ここからこう組み立てていきたいなと思って、特徴としては個性的なものが似合いそうだなと、おしゃれ感おしゃれっぽい雰囲気がとてもしたので、それをこう生かして色よりももっともっと形重視でちょっとしたいなと思ったところがあります。でも今回はお色をとても似合うのを選ばせていただいています。それではまゆさんの肌色にちょっと今一番こう遠いところから選んできました。こういうブルーベースのパステルですね、イエローベースで濃い色の似合う肌色のタイプには一番ちょっと顔写りが悪い色のタイプです。ちょっと顔色が悪くなったりとか元気なく見えたりする感じだと思います。こちらもブルーベースの赤、雰囲気的にはなんとなくお色に似合わなくはないんですけれども、やっぱりちょっと顔色が悪く見えるかなと思います。デザインはちょっとまゆさんに似合うものではないんですが、色はこちらがオータムのマスタード色なので、ちょっとこの辺白くなってますが、お色的にはこういった色がお似合いの色になります。ちょっと頬の赤みが出たり肌がツヤっと見えたりするのがお似合いの色なので、はっきり違いは分かると思います。オータムとサマー、どちらかというとちょっとサマー寄りなんですが、全体的にニュアンスカラーが似合うタイプなので、今日はこちらを試着していただきたいと思います。では早速試着してみましょう。おー、先ほど当てた中で、ズバリオータムの色ではないんですが、ニュアンスカラーがお似合いのタイプなのでこの色を試着していただきました。で、刺繍の色も真っ白というわけではなく、厚みのあるちょっとクリームがかった色だったり、何層もこう色が重なったような雰囲気とか、この刺繍のあたりがちょっとやっぱりベージュがかった感じなので、この辺なんかもすごく似合っているポイントだと思います。ドレスに合わせて正統派な感じに作るんだと、こういう感じのブーケを作るかなっていうところなんです。
が最初にモデルさんを見た時にちょっとモードっぽい印象があったので個性的なものを持っていただきたいなと思って、そしてそっちの方にちょっと寄せていきたいので風景をそういう風にデザインしてみました。こういう方がモードっぽい雰囲気になって彼女にとてもお似合いかなと思っています。普通の正統派のブーケってお花がお花らしくあのなんていうかバラとか、うん、あのさっきの芍薬だったりっていう風に可愛らしいお花だったり、まあ、お花で丸く形作られてるのが基本的なブーケ、あとはあのクラッチブーケって茎がすごく長かったり枝がすごく出ていたりっていう強調したナチュラルだったりとかデザインが強調されているもので、あとやっぱりお嫁さんにしてもちょっとこう渋い色使いだったりしてるんですけれども、うんうん、この辺もあとはハンドルの部分とかも革紐を使っていたりするんですが、うん、この辺もちょっと雰囲気を出してみました、うん、あえて形がその整いすぎてないみたいなところもモードっぽいところ、そうでしょうか、木の枝とか、うん、葉っぱとか、うん、あの羽とか、うん、天然素材のちょっとこう大胆なデザインのものが似合うタイプなので、うん、そういったイメージでデザインしてます。では今回ヘアメイクをご担当いただきましたセレーノの臼井さんにポイントを解説いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日モデルさん の, あの雰囲気とかを拝見させていただいて少しあのモードな個性的なメイクが似合いそうだったのでちょっとこうポイントで色味を使ったメイクをさせていただきました。さっきアイメイクであの下まぶたをちょっと強調するようになってお伺いしてたんですけど、具体的にはそういう風にすることでどんな印象になるっていうのはいかがでしょう。はい、モデルさんのお顔立ちがあのちょっと奥二重気味なので上まぶたに目尻だけ入れても可愛いんですけど、下まぶたポイントに入れてあげると個性的な印象になるのと、あとはその発色がしっかり見えるっていうのがあるので今回はちょっとこちらの方に入れてみます。そのより個性が際立つっていうようなイメージでしょうかね。はい、そうですね、うん、あと結構お顔だけにもよるんですけど下に入れた方が上まぶたで隠れちゃうところよりも下の方が目立ちやすかったりはします、うん、ではヘアスタイル の, あのポイントをお願いします。はい、モデルさんのちょっとこう個性的なモードな印象っていうのと今年の流行が結構全部下にポイントを持ってきてつるんと面でまとめるスタイルっていうのが、うん、流行りではあるのでトレンドも取り入れつつ、であと毛先のフリーチの感じとかもあの見せたかったのであえてお団子にはしないでちょっと玉ねぎっぽい感じでポニーテールにしてみました。まとめちゃうよりは個性が出やすいスタイルなんですかね。そうですね、あとその髪を今回生かしたかったっていうのがあってあのお団子にしちゃうとちょっとこの間の色が出にくくなっちゃうのでちょっと長さも少しある方だったので今日はちょっと毛先も出してみました。今回、カラードレス試着しまして、あの今まで可愛いものだったり、カラードレスは特に抵抗があったんですが、こういった個性的なアイテムを合わせることで、また違ったスタイルになるということが分かりましたので、あの今後、例えば私服だったり、メイクにも取り入れていきたいと思いました。ご自分で着たいドレスとか、あのたくさんあるとは思うんですが、まず似合うかどうかっていう、あのことをちょっと見ていただいて、肌写りがいいということがやっぱりあの面積もドレスって広いですのでとても大切なことになるので、ぜひパーソナルカラーに合ったお似合いのドレスを選んでください。表参道のウェディングブーケサロン&フラワーでも花嫁様のパーソナルカラーをあの一緒に見ながらウェディングブーケのご相談をしておりますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。ボディの方に商品がありますのでどうぞよろしくお願いいたします。次回もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。